今日紹介するアイテムはこちら。はい、こちらになります。実はヤフーオークションで買いました。もう出てますね。 Mac mini を中古で買いました。じゃあ開封します。はい、これ電源コードです。本体以上です。はい、こちらになります。え、これ Mac mini 2014じゃねえやん。これマジか。はい、再び購入しました。この前の失敗を元に購入したアイテムはこちら。はい、こちらになります。じゃあ開封します。まずはこれですね。購入したのはこちら、HDMI ケーブル。こちらを購入しました。で、これ購入しました。これいただきます。今日紹介するアイテムはこちら。はい、こちらになります。じゃあ早速開封したいと思います。はい、ついに買っちゃいました。 iPod Air 4購入しました。じゃあ開封します。です。買っちゃいました。 M1 Mac mini、 一番下のスペックですね。 8GB メモリーの 256GB の SSD のものを購入しました。付属品は電源コードのみになっております。
ですね。と、大きなステッカー、大きなアップルリンゴのステッカーで、マックミニ移動させます。